皆さんこんばんは。5月24日火曜日のバッハプラザです。さあ本日全県日だったのが大宮競輪と川口町と2競技それぞれ明日からの開催でともにスポーツ日本新聞社杯ということになります。中でも川口町とは前回場内の設備に不具合が生じた関係で一開催中止になりました。久々の本場開催仕切り直しということになります。特にその川口町とは今回が G2 開催ということで今たまたまなんですけども先月には SG のオールスターがあってそしてスーパースター開設記念と最近は非常にこうビッグレースの頻度が多い印象がありますがまた全国の超一流どころの戦力の真っ向勝負が見られるわけなんですね。どうぞご期待ください。その川口町とは番組後半でお送りいたします。続いて番組後半は川口町とお送りします。さあ明日から G2 の川口記念です。今日は全県日ということで全県情報担当は中野かな子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は城に取材に行ってきたんですよね。はい、今節は久しぶりの川口でのナイターということで皆さん消音マフラーに変更するなどかなり忙しそうな様子でした。それでは注目選手にインタビューをしてきましたので VTR をどうぞ。5月10日までの川口でのレースお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。振り返ってみていかがでしたか。そうですね、優勝戦には乗れたんですけどエンジン状態はあんまりいいとは言えないかなと思ってます。今節のエンジン調整はいかがいたしますか。今日全県日の練習とりあえずのそのまま乗ってみて、マフラーが消耗マフラーなのでそのあたりで調整したいと思ってます。いいタイヤはありますか。タイヤはないので、練習で多く当ててそこから探したいと思います。じゃあこれから見つけていくという感じですね。はい、近況のスタートはいかがですか。スタートは切れてないわけではないんですけどすごいいいわけでもないのでその辺も調整します。そしてポスターにもなっていましたが。はい、そうみたいですね。はい、すごくかっこよかったです。 ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いいたします。はいはい、今回は川口の記念なので、地元でもあるのでしっかり、精一杯5日間頑張りたいと思います。応援お願いします。まず浜松での G1 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。振り返ってみていかがですか。そうですね、エンジンは日に日に良くなっていた感じですかね。はい、近況のスタートというのはいかがですか。スタートは特別切れてるっていうわけではないんですけど、そこそこな感じですかね。はい、いいタイヤはありますか。いいタイヤは、タイヤは困ることはないと思います。はい、今回のエンジンの調整はいかがいたしますか。そうですね、マフラー変わるのでとりあえずエンジンは触らずにマフラーだけ変えて練習してみようかなと思ってます。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、そうですね、一生懸命頑張って一着できるだけ取りたいと思います。応援よろしくお願いします。飯塚でのレース、先日お疲れ様でした。ありがとうございます。振り返ってみていかがですか。節通して羽が広かったです。はい、じゃあ、今節は、そのような羽を注意していくという感じなんですかね。そうですね、最終日だけ先輩にアドバイスいただいて治ったんでそれでちょっと行ってみて、その羽ないようにしたいなとは思ってます。近況の、スタートはいかがですか。フライング切ってしまったんでちょっとあれですけど、切れてる方だと思います。いいタイヤはありますか。1本だけあります。はい、じゃあ今節はそれを使うという感じなんですか。そうですね、勝負どころでちょっと使おうかなと思ってます。エンジンの調整はいかがしますか。そうですね、一節前前回の川口で新品のシリンダー入れたんですけどよくなくて、で、ちょっと前のシリンダー戻してまたピストン変えてみてちょっと練習行ってみます。最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いいたします。明日から川口記念が始まりますので皆様応援よろしくお願いします。今節エンジンはどのように調整していきますか。そうですね、最近あんまり晴れはいいのであんまやってなかったんですけども、定期的にリングとオイル交換やって、でまた久々のナイターなので、どうしてもセッティングが
かなりずれると思うので、まあ、今日早速夕方から夜乗ってみて、まあ、うまくセッティング合わせたいなと思いますね。はい、今いいタイヤはありますか？まあ、そうですね、まあ、雨の下ろせるタイヤもありますし、まあ、ここはまあ昼だと、ね、特に高めなんですけども、まあ、ナイターだと多少低くてもなんとかなるところもあるので、まあ、そういった面ではタイヤもいくつかはあるかなっていう感じですね。はい、近況のスタートはいかがですか？そうですね、スタートは切れてますね。はい、それでは最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いいたします。そうですね、途中天気微妙なんですけども、諦めないで、輸出できるように精一杯頑張ります。今節はエンジン調整どうしていきますか？とりあえずカムを新品にしてみました。今節ナイターですが、はい、そういったところは何か準備されたりしますか？まあ、特にはないですけど、まあ、ちょっと消音久しぶりなのでちょっと練習ちゃんとしたいと思います。先ほど何回も乗りながら首をかしげられる仕草とかも見受けられたんですけれども、はい、何を調整されていらっしゃったんですか？ちょっと膝当てがちょっと割れちゃったので新しい膝当て作り直してました。そうだったんですね。何かいいタイヤはありますか？これだっていうのはまだないです。近況のスタートはいかがですか？良くないのでクラッチも全部新品にしてみました。最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。最近ちょっと調子悪いんですけど、今節はいい成績残せるように頑張りますので応援よろしくお願いします。今節のエンジンの調整はいかがいたしますか？シリンダーピストン交換 と、ヘッド交換予定です。はい、今節久々の川口でのナイターだと思うんですけれども、何かプランとかはありますか？特にないですけど、まあ、消音になるっていうのが一番大きいところだと思うんで、まあ、練習して、まあ、慣れることをまず最初に、はい、したいと思います。今節いいタイヤはありますか？タイヤは特にないので、まあ、最近少し羽根が気になるんで、まあ、跳ねないタイヤを見つけるように、はい、したいと思います。近況のスタートはいかがですか？まあ、自分なりに普通なんですけど、まあ、ちょっと無駄なんで、もっと、まあ、いいスタートを安定して切れるようにしたいです。そして川口記念3連覇がかかっていますが、気持ち的にはいかがですか？まあ、特に意識は何もないんで、まあ、いつも通り、まあ、頑張りたいなと思ってます。最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、ナイターなんで、熱いレースをできるように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、というインタビューでしたが、取材しててどうでした？はい、その他の注目選手なんですけれども、武藤博臣選手、今節中になんと誕生日を迎えるんですよ。はい、お話を聞きに行ったんですけれども、誕生日だからといって特別なことはないよというふうにおっしゃっていました。バースデーウィークとなりますので頑張っていただきたいと思います。はい、その武藤選手は明日第1レース4号車で出場予定となっています。いきなりねオープニングから弾みをつけてもらいたいですね。はい、はい、ここまでリポート中野かな子さんでした。さあ、明日からのシリーズ注目はお天気なんです。選手もねちょっとお天気がという永井選手のコメントもありましたが、どうでしょうか？3日目だけ雨の予報ですが、その他はおおむね晴れるようです。なるほど。ということは準決勝戦進出への最終関門の3日目にお天気が崩れるかもしれないということで、まあ、優勝戦線非常に大事なところで、まあ、お天気できれば、ね、5日間両走路晴れで見たいですけどもね、はい、皆さんどうぞ天候状況などもチェックしながらお楽しみいただきたいと思います。そして27日から浜松アーリーレースも場外発売いたします。川口ナイターとは時間帯が違いますので、どうぞ皆さん昼夜を問わずオートレースでお楽しみいただきたいと思います。ここまでは中野かな子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。